はいどうもこんにちは今回は大きい様から提供いただきましたブルートゥースピーカー SKM4 を紹介していきますで、今回は珍しく2つの箱での構成になっていまして到着した時はこのように重ねた状態でビニール袋に包装されていましたまずは大きい箱から見ていくとメーカー名がこちら商品分類がこちら型番がその下にあります 拡大すると、Bluetooth アウトドアスピーカー SKM4 ですね。側面には QR コードが掲載されていまして、そこのシールには、メーカーの情報が示されています。そしてこちらの小さい箱には、3.5ミリオーディオケーブルという表記がありまして、周囲にその他の内容は記載されていないですね。 まずは小さい箱から開けていきます。表面に 3.5mm オーディオケーブルという表記があったので、おそらくステレオミーケーブルだとは思うんですけれども、中にはケーブルとメッセージカードが入っています。それ以外はないですね。そしてこちらの大きい箱を開けていこうと思ったんですけれども、上部が閉じられているので、カッターで切っていきます。 それでは開封していきます。今回の商品は IPX4 某松型の防水性能と高品質なゴムを採用したことによる対衝撃性能を備えていることが特徴の Bluetooth スピーカーになっています。また本体にはスタンドを備えていまして置き場所を選ばず自立することができます。中にはスピーカー本体や ストラップが入っていまして、もうビニール袋も取り外しておきます。デザインがかなり個性的ですね。また、小さい方から取り出しておいたこちらのケーブル。ステレオミニプラグのケーブルですね。こちらもわかりやすいよう、取り出しておきます。 商品内容は全部で6点ですね。まずはメッセージカード。こちらには問い合わせ先などがあります。続いて取扱説明書。最後の26ページから30ページ。こちらに日本語表記があるようで。パッケージ内容。 各部の名称、充電方法、Bluetooth ペアリングの方法、機能紹介、LED インジケーターについて、商品の使用、FAQ と解決方法、取扱上の注意などが掲載されています。そしてこちらが付属の小さな箱に入っていたステローミニケーブルです。 ケーブルは若干半透明になっていますそしてマイクロ USB ケーブルスピーカーの充電に使いますここからはスピーカーにハンドストラップを取り付けていきますハンドストラップの取り付け方はスタンドに通してボタンで止めるだけですもうこの状態で完了ですねでスタンドの左側や 右側には厚みの関係で挟まらないようになっています。取り外す場合には、再度ボタンの操作を行えば、簡単に分離することができます。そしてこちらがスピーカー本体です。上部には、大きいアウトドアスピーカーという表記がありまして、周囲には、高品質なゴムを採用しています。このゴムによって、対衝撃性能を備えているわけですね。 また、このスタンドは回転できる構造になっていまして、自立することもできます。見た目はまさにタイヤですね。そして、内部には、出力3ワットのドライバと、バスレフ構造、マイクを内蔵しています。背面には、カバーが覆われていまして、中には、充電用のマイクル USB 端子、有線接続用のステロミンジャック、 充電のアクセスランプを搭載していますあとはマイクや電源ランプなんですけれどもそれらはこの上部に存在します左側がマイク右側が電源ランプですねそしてこのようなタイヤの傷があります操作ボタン類が一見見当たらないようなんですけれども 先ほどのこの傷がボタンになっていまして左側が電源ボタン長押しすることで電源ランプが光ります次に中央このプラスなような傷が音量アップおよび曲送りになっていましてこの線になっているところが音量ダウンと曲戻しになっています電源を切るときには再度左の傷を押せばランプが消灯して電源を 切ることができます最後に今回のスピーカーのサイズを計測しておきますまずは幅こちらが約8 5ミリ。続いて円形なので変わらないとは思うんですけれども高さこちらも やはり約85ミリそして厚みなんですけれどもこちらが約42ミリぐらいでしょうか実重量は約1 9 2グラムありました今回の動画レビューはここまでになりますまたブログに商品の内容をまとめていますので もしよろしければ、説明文のリンクよりご覧ください。ブログ内の画像は、クリックすることで拡大できるようにしています。最後まで動画を視聴いただき、ありがとうございました。このチャンネルでは、ゲームに関する動画をほぼ毎日公開しています。ぜひ、画面上のボタンからチャンネル登録をお願いします。画面上にボタンが表示されない場合には、動画下の 赤いボタンからも登録が可能です。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。ボロクスでした。